だいたい買い物も済んだので帰ることにしましょうか。帰りはなんか特急に乗るんだっけ。ピラミッドという列車にサイバータウンが使われているみたいだから、それに乗ってみようかと思って。なるほどな。ではまずは博多駅に向かいましょうか。博多駅に着きました。ここで JR に乗り換えましょう。これは参りましたな。駅の人も音が聞こえてないみたいだけど、駅の中の階段に立ってるみたいだね。エンジンにいた時もかなり大きい雷を落としてたもんな。帰れなくなる方が困るので、ここは仕方なく新幹線を使って帰るか。それが階段かもしれませんね。ネットで新幹線を買ったので向かいしましょう。緊急時にこういうのって役に立つよな。切符の停電は進んでないのですか。小玉754号になります。残念ながら朝駅は小玉しか止まらないので少し待ちましょう。今回はこちらです。サクッと座席紹介。リクライニングはここまで倒れます。足元は新幹線では普通くらいです。テーブルは背面テーブルというのもどの新幹線でも一緒ですね。これは前後に動かしたりはできません。カーテンはフリーストップ式です。肘掛けのところにはドリンクホルダーがあって、ここに飲み物も置くことができます。中央の肘掛けは普通席にしては大きめですね。その他は特筆することもないので割愛します。あと山陽新幹線の小玉、桜、瑞穂といった8両編成の新幹線の指定席は通常の 2,3 列ではなく2列2列の配置になってます。ネット予約では指定席と自由席の値段が同じなので、今回はこちらの指定席にしました。でもこれは想定外の行動だね。ちょうど同じ時に福岡空港の滑走路に穴が開いたみたい。相当ひどい夕立ちだったんですね。Thank you.
ね。あの場所だけ景色見えなくてヤバそう。そういえば先週も小倉から帰りましたよね。あの時は在来線で帰ったんだよな。今回は新幹線だからまた別ルートだね。ちなみにこれで関門海峡を通る主なルートの3つを通ったことになるね。あとは国道の関門トンネルだけですね。ここで先ほど博多に泊まってたのぞみの通過待ちをします。の話なんだよな。動画が長すぎるんじゃね。じゃあ次からマリサの出番なしな。それは困る。即答するな。次はいつになるのかな。次は全員で行きたいですね。じゃあ長かった長崎編もこれで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。
これは連れてきてもらわないとわからないね。